シンドとのシモです。ケンケンです。はい、今回ですね。はい。ドッキリ。イエーイ。これね、前から、はい、ずっといつかしよう、いつかしようと思ってて、企画案はあったんだけど、はい、時間が経って撮影がやっとできるってことなんですけど、ゴミ置き場ってあるじゃないですか。はい。ゴミ置き場に閉じ込められたことありますか。ゴミ置き場はないですけど、ベランダに閉じ込められたことありますか。心霊現象だ。今回そのゴミ置き場に閉じ込められる場所があるんで、そこにですね、ケンケンがさ、なんか恨みを晴らしたいって言ってた。恨みを晴らしたいですね。なんで激辛でゴンには散々な思いをされたんで、あのあと僕3日ぐらいずっとお腹痛くて、あ、ちょっと閉じこもってたよね。その復讐をしたいと言ってたから、まあ、そこに本をね、はめていこうというふうに、ぜひ思います。内容としては、鍵を持って入らないと、開かない。ゴミ捨て場。そうだから、ゴミを捨てに行くじゃん。そしたら、ちょっと奥の方に捨てに行ったら、鍵を持ってない人だったらさ、開けちゃうよ。危ない。セキュリティのためにそうしてるみたいな場所で、最初に鍵をさ渡しとくんで、ありがとうございます。こちらがゴミのね、はい、その鍵を渡しとくんで、これはケンケン出れるから、でケンケンが最初そこに隠れてると、はい、隠れてて、ゴンがね途中で僕がそっちに行くように仕向けるので、そこでケンケンがゴンが焦ってる様子をね見てたの。しばらくゴンが焦っててやばいやばいどうしようってなった時にケンケンが出てって話をしたら、ゴンがどんな反応をするのかっていう時、ある程度こう話したら、まあ、その鍵で出てきてくれたら終わり。わかりました。つながっていく。いや、もうウキウキしますね。はい。それでは行ってまいります。ゴミ置き場来ました。ここでですね、僕の方で隠れたいと思います。普通のゴミ捨て場ですね。本当に開かない。はい。じゃあちょっと隠しカメラを設置します。はい。じゃあちょっと潜んでいって、今が来るの待ちたいと思います。お願いします。じゃあミーティングじゃあよろしくね。で、俺ちょっと人待たしてるんで、はい、ちょっとゴミだけ捨ててもらっていいかな。駐車場のさ、はい、横のゴミ置き場、はいはい、で、わかるでしょ。あ、わかります。で、その開けるやん、はい、で、奥に、はい、奥から捨てろっていう時に非常が来てるっぽいんで、はいはい、一番奥に置いてもらおうかな。わかりました。すぐにこれを置いて。あ、了解です。はい、今ですね、ゴミ袋を持ったゴンがですね、ゴミ置き場に来ましたけれども、まあ、そこに今、ケンケンがスタンバイしている感じです。で、ゴンが普通に入って、ガチャガチャってしたら、まあ、出れないわけですよ。で、ケンケンが、あなたも閉じ込められたんですかって出てきて、二人で、まあ、話すじゃないですか。で、僕さっきケンケンに鍵を渡してたと思うんですけど、あれ、偽物の鍵なんですよ。だから、ケンケンが、僕鍵持ってるよって出ようとするんだけど、出れません。で、って2人で多分揉めたりとかすると思うんで、まあ、それも含めてですね、お楽しみいただければなというふうに思います。まあ、僕もどうなるかちょっと分かんないんですけどね、まあ、そういうような流れになっています。何？あなたも閉じ込められたんですか？なんすか？
いや、シンさんにゴミ捨てに行ってこいって言われて、はいはい、こういうありさまです。ケケさんは閉じ込められた。閉じ込められた。だからもう連絡しても連絡つかない。何ですか。もう一回電話してますいないっすね。どうでしょう。寒いんだろう。開かないですね。どうすればいいんですか。誰か待つか、シンさんと連絡を取るかどっちか。住人待ちますね。人と会うってましたよ。寒いな。しかし寒いな。やばいっすね、二人とも。どうするんですか、これ。寒いっすよ。風邪ひいちゃいますよ、これ。どうしよう。あー、こんなところに鍵が落ちてる。こんなところに鍵が落ちてるわね。やばいっすね、その茶番。ケンケンさんの仕掛け人か。正解です。だるっ寒いっすよ、早く開けてください。じゃあ、開けます。お願いします。あれ入らないんだけど鍵。え？鍵入らないんだけど。これ絶対違う鍵っすよ。サイズが全然違いますもん。まさか俺もはめられたってこと？え、どういうことですか？え、じゃあここの鍵は何ですか？あ、この鍵？この鍵はここの鍵って言われてシンさんに渡されたんだけど入んないね。普通に間違えられたってことですか？わざとしない。わざとですか？マジだ。だから開かないし。マジやばい。マジやばい。だからもう連絡取るしかない。おいおいおい。ゴミ置き場であれっすよ。これ。何あれってなって。いや、これゴミ置き場であれですよ。あれ。やばいっすよ。寒いっすよ。あ、もしもし。開かないですドアが。なんで？あの渡してもらった鍵がはまらないです。寒いです。閉じ込められてます。お願いします。寒いよ、こんなの。もう、このね、鍵でね、救出してあげるから。あっす。寒い。はい、ということで、ドッキリでした。どうでした？結構普通に焦りましたね。そうか、はい、やられました。え、中にやってる記憶がない。何これ、ドラマのさ、あの雨のシーンみたい。急に雪が降ってくるとドッキリ。ドッキリ、ね、これもドッキリだったんですか。されましたけれども、鍵が開かなかったでしょ。開かなかった。そう、焦りました。いや、本当は本当の鍵を渡そうと思ったんですけど、はい、途中でちょっと思いついて、はいはい、ケンケンも一緒に閉じ込めたらどうだろうだと、はいはい、実際に閉じ込めてみました。どうでした、ケンケンは。復讐は復讐だったんですかね。自分もはめられてるじゃないですか。ダブル装置込みで。はい、ということで、まあ、またリベンジ企画考えてね、あのバレないように今度はいつかゴンはめてみてください。それではドッキリ出していこう。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さんはどうだった。寒かったっすよ。寒かったね。よく結構待ってたんじゃないですか。俺ゴミ捨て行くの結構遅くなかったっす。寒かったっす。